やめて、そんな無慈悲な目でこっちを見ないで変態。あー、やだー、うっちゃらめー。なぁ。え、あ、マジかよ、三突死んじゃったのかよー。あ、なんかすまんかった。いきなり出落ちを失礼しました。どうもこんにちは、G1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、イギリスの歩兵戦車、スーパーチャーチル・ブラック・プリンス。ティア7のイギリス重戦車ですね。歩兵戦車のため、火力は同格では最弱、機動力も低めです。ただし装甲は硬く、離体でダメージを吸いやすい構造も相まり、戦場では頼れる壁になれる戦車ですね。ペシペシ砲の割に、DPM は低いため、オスオス攻めるのは合わず、前線で、角度を決めながら、敵の進行を食い止めるディフェンス重視の戦いが向いている戦車でしょうか。かなり個性が強いため、好き嫌いが分かれる戦車ですが、私は好きな戦車です。今回は乗り出し1戦目、初陣の模様をお見せしてまいります。相方はこの俺、クリオスが務めていくぜ。よろしくです。この、ワールドオブタンクスでは、バージョン 9.14 にアップデートされ、大幅にゲーム性が変わりましたね。でもストックの関係から、しばらくは、9.13 以前の試合も混ぜながら公開していきます。時速20キロと遅いため倍速を挟みます。ごめんねー。敵の鬼だったな、榴弾マンみたいだ、気をつけろよ。いてて、くそー、やっぱあいつ硬いなー。しかしお返しはきっちり入れてやったぞ。サンクス。あの鬼、地味にオイラとキャラが被ってるんだよな。火力は向こうのがいいしな。ブラックプリンスは戦場をその装甲で停滞させてなんぼ、ああいう、榴弾メインの戦車とは相性が悪いんですよね。まあ地味に削られていくとはいえ、榴弾が貫通しにくいボディがあるだけ羨ましいぜ。じゃま、鬼を囲んでいくか。なんだかまだ早い気がするんだよな。その体使って、敵の駆逐戦車が潜んでないか見てこいよな。無茶ぶりだな。ここは自走砲に頼った方がいいような気が。頑張ればいけるって。にらめっこが得意そうだし、接近してこいって。俺がダメージ入れてやるからよ。オイラは陽動か。なんだか不安だ。痛い痛い。ほら、やっぱり撃たれたよー。でも今のはスターリンだろ。つまりあの AT 以外に駆逐はこっちにはいなそうってことだな。く、なんて野郎だこいつは。まあ俺、重戦車の使い方よくわかんねえしな。あとはお前の勘で動け。まったくもう、オイラはなんてやつを信じちまったんだ、クソー。ダメそうなら俺の言うことなんて聞くんじゃない、そういうことだ。そうだったな。さて、鬼とガチ当たりになってしまったなー。敵に弾を出させて詰めるかな。大丈夫、そこなら援護いけるぜ。よろしく頼んだぞ。ほらよ、吹っ飛べ。よし、詰めるか。詰めますか。まずは AT7 から行くぜ。車体下部を失礼します。もっぱつどうぞ。あや、抜けろ。ダメか、ここは傾斜が入ってるのね。もっかいここだな。よしよしよし、落とせるな。残るはスターリンか。陣地が攻め込まれてる、あれは大丈夫か。というかこっちの重戦車の配置がめちゃくちゃだな。西側が落ちそうだ。ほんとだ、スターリンをやったら戻る必要がありそうだな。いや、ここは俺が戻るわ。スタイルはそのまま攻め込んでくれ。マジで？ブラックプリンスはあまり攻め込むの得意じゃないからさ、戻って体勢を立て直してもいいんだけど。お前のその速度で戻れるかよ。攻めた方が早いだろ。攻めてこいって。何か間違っている気がするのだが、よ、了解だよ。じゃあ食らってくれ。よし、次はあのチーム15AT だな。食らえ。あれー、頼むよ、なんでそこで外すのだよ。この手法、もう少しだけ収束速度を上げてくれると使いやすいんだけどな。まあそれはチャレンジャーとかにも言えたことなんだけどね。やっぱり機動力に問題があるからな。せめて打ち込んでっていうのがやりにくいな。ガン待ちして防衛メインの方が戦いやすいんだろうな。大丈夫だって、いけるって。
クリオスのその絶対なるブラプリへの信頼は何なんだよ。いやだってさ、ブラックプリンスだぜ。そんなかっこいい名前の戦車がさ、弱いわけないだろ。12秒かよ。12秒でも恋がしたい、ブラックプリンス様が負けるわけない、かっこ確信。ダメだ、こんな奴の言うこと聞くんじゃなかったぜ。とりあえず合図をやるか。確かにブラックプリンスって響きは高貴な感じがするけどさ、それだけの理由で強いって決めつけられてもな、確かに弱くはないけどさ。しっかり防御体制決めてやり合えるのが理想だな。ターン制に持ち込まれないようにしないと。よしよし、こういう戦い方が向いていそうだ。チャーチルたちと比べると、はるかに頼れる走行してるな。乗り出し初っ端だからどうなるかと思ったけど、結構悪くない戦車かも。この前身であったチャーチルマーク7はな、久しぶりに扱いづらさを感じた戦車だったからな。それと比べるとかなりいい戦車だね。あ、ニクさん、ちょっとそこどいてもらえますか？そのヘルスで行くのかい？不安だよ。不安的中だよ、そりゃ無謀ってもんだわさ。では私が3度目の正直おば。あー、くそー、2度あることは3度あるっていうもんなー、くそー。無駄玉もらっちゃったよ。あ、スターリンがそんなヘルスを残されてこんなところに、これはヤバターン。く、ダメだ、こっちも落ちるぞ。な、なんでだ、なんでこうなったんや。こんなことなら、ブラックプリンスにも戻ってきてもらえばよかったぜ。だからオイラはそう言ったんだ、ブラックプリンス一人で何をしろって言うんだよ。すまない、俺のせいだ、クソー。せめてこのスターリンだけでもメイドの土産に連れてってやるしか。お、いいね、やっぱブラプリーかも。昼寝すぐためスカルダウン、なんでもこなせるね。だけど自走砲は勘弁して使わさい。せめてこいつだけはいただきたいので邪魔しないでください。来たこれ、いけるぞー。走行貫通確認。あとワンパン、死にさらせー。ファイヤー。やったぜ。これでもう思い残すことはない。安心しておじい様の元に行ける。残念ながら乗り出し初戦は敗北でした。まだブラックプリンスを扱いきれてなかったのが大きかったですね。2試合目、今度は数十試合こなし、ブラックプリンスになれ始めてきた時の試合。プラメンは、バーベキューラッピーの Q ちゃんに、にゃんこさんに変えて出撃です。まずは西側の主戦場に向かいます。やっぱりブラックプリンスは壁になるのが一番だとわかりましたね。攻めていくのはなかなか難しい車両ですし。ここは俺に任せて先に行けーって、そういう戦い方がいいですね。戦場を膠着させて自走砲の支援を待ったり、ミドルタンクたちの回り込みの時間稼ぎをする戦車ですね。
これがティアトップで市街地ならば、オスオス攻めていくことも可能ですがね。さて、シャーマン君、挨拶の時間ですぞ。命中しました。格上相手には防御しかできないけど、格下相手には無類の強さを発揮できる、そういう戦車ですからね。命中しました。あ、待ちなさいよ。なんだ？今度はこっちからか？了解。再度索敵を急ぎます。ならば相手して死んでよう。目標を捕捉しました。焦りおって。あれ、オイラもかよ。えへへ。了解。目標を変更します。たく、邪魔なとこでスクラップになりやがって、痛いなクソ。シャーマンも死んじゃったしさ、踏んだり蹴ったりだな。観測装置沈黙。さっさと射線を切らねば。おっと、英国シャーマンが死んじまったか。次はカーベイブリーだな。やばいですね、東側が突破されちゃいました。マジかよ、早いだろ。キューちゃんたちは先に戻っててくれる？了解です。ここはしっかり落としておかないと挟み撃ちにあっちゃうからな。こいつだけはここで倒しておきたい。だがしかし、やっぱこうやってターン制に持ち込まれるとブラプリには厳しいなぁ。守っているだけならこれでもいいんだけど、今はいち早く戻らなきゃいけないっていう状況だからな。仕方ない、アジンから倒すか。目標を視界内に確認。敵車両が命中しました。ポップダウン。了解。ではごきげんよう。敵車両撃破。お、ブリーも死んでるじゃん。よし、戻るか。スタイルさんが戻ってくるまで陣地を切り続けるんじゃ。時間稼ぎですね。急げー。しかしこれは最初のルート選びを間違えたと言わざるを得ないな。敵のヘビータンクの数的に、西に重戦車が流れてくると思ってたのに。鈍速戦車はほんと、最初のルート選びは重要だな。なんとか間に合ったな。ここから Q ちゃんたちの支援をもらいながら、オイラが壁になっていかないと。カーベイタンは任せた、ピートラを止めるか。やっぱ車体は硬いか。トラが相手だと BPM で完全に負けちゃうからな。打ち合いは避けたいが。こいつ、打ち合う気満々だよ。下がれ、下がりなさい。関数も高いしな、近距離戦はまずい。おい、グロムエル、どっか行け。お、ナイスナイス、このまま引き込むよ。了解です。私たちは抜け抜けと。む、しかし横にはまずいな。今はこっちだ。敵車両に命中しました。よし、完全にアドバンテージを手にしたな。いける、お前はここでおしまいだ。おっかしいなぁ、終わると思ったのだが。余計なダメージもらっちゃったよ。37は置いといて、カーベイブリーだな。ヘルスがまだ多く残ってるからな。Qちゃんたちをうまく使わないと。うまくこちらの車線に引きずり出してきてくださいね。お、おうよ。さて、どの辺にいるかなぁ。いきなり撃たれておじゃんはやだなぁ。どこだ？あ、いたいた、かかってきやがれ。ほら、お返ししに来いこの野郎。カモーンベイベー。ほら、怖くないよー、こっちだよー。お、ナイスナイス、その調子です。もっとおいでー。こっちですよ。こっちに来ませんか？あ、撃ったな、今じゃ。こらこら、反撃に来ないと死んじゃうぞ。うまく当たらんかったか。では再びもじもじ作戦だな。了解。む、あいつ、また撃ったな、今ぞ攻撃。よし、あ、37ね、今頃気をつけ、遅いぞ。目標を捕捉。
く、ギリギリ間に合わなかったか。いや、また出てくるなあいつ。目標的車両破壊を確認。よし、勝ったぜ。戦闘結果です。1バッジ、大口径、ファイターを獲得。うまく敵を引き込みながら連携も取れましたね。乗り出し初戦の反省が生きた試合でした。やはりブラックプリンスの仕事は弾受けや支援攻撃でしょうか。他の重戦車と比べると癖の強い戦車ですが、マチルダから続く歩兵戦車ファイトスタイルでディフェンスメインで戦っていきたいですね。結果的にこの戦車、乗り終わる頃には結構好きな戦車になっていました。といったところで、本日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録をお待ちしております。ではでは皆様、まったねー。